花のきれいな季節になりました。私が考案した菖蒲やあやめの作り方をご紹介します。正方形の色紙を半分に折ります。もう半分に折ります。この部分を少し切ります。このように切り込みを入れます。開いたら斜めに折ります。こちらも同じように折ります。そしてこの部分は向こう側に折って、そして飛び出た部分を折り上げます。最後に花びらの部分に少しだけ糊をつけてくっつけます。出来上がりました。緑色の紙をこんな風に切っていきましょう。葉っぱになります。まず葉っぱを貼ります。そこに菖蒲の花を貼ります。こんな感じに出来上がります。画用紙などの大きなサイズの紙を使えば壁面掲示にも使えます。やってみてくださいね。ではまた。